えー、差別格差や民族紛争を根絶するために解消すべき課題として、個体間の遺伝,遺伝的環境的差異と個体が社会システムにとって本能を管理されないことの差で、デザイナーベイビー、人間各所、信用の電子化、電脳化などを研究普及させ、AI がすべての子供が生まれる際に遺伝子編集し、等しい生育環境を提供することを実現するために努力していますが、どう思いますか本来人間自由意志はないし、存在意義もないので、そんな社会でもいいと思います。 えっと、それを、そのなんか、そうしたいというモチベーションの部分が全然わかんないんですけど、それであれば別になんか人間同士を交配させて子孫を作る必要ないと思うんですよね。要はその、あのなんか、その DNA を交配させて、あの、その人間ってあの子供を作るんですけど、で、その交配させるときにそのどの遺伝子が発動するかっていうのも結構ランダムだったりするんですよ。 ただ、その双子でも、あの、性格が結構違うみたいなのがあって、なので、その、なんか、あの、どういう形で子供が生まれて、どういう性格になって、どういう、その、なんか、能力を持つかっていうのは結構わかんなかったりするので、なので、なんか、この人類で増やしたいんだと思えば、その人類をひたすらクローンで増やしちゃった方が、多分、あの、理想の社会になると思うので、その、いちいち後輩をさせるとか、その、生まれた子供をいじるというのではなく、完全クローンでやった方がいいんじゃないかなと思います。 えー、メーカーで10年近く勤める会社員です。財務の部署から現場に近い事務所に異動になりましたが、面倒な上司に巡り合い、本年4月にメニエール病にかかり、落ち着くまで休めとの判断に至りました。しかし子供がいるみんなので復職をしたいと思い大学病院に調べたところ、原因はストレスだと言われ、診断書はどうとでもかから要できるような内容を考えなさいと言われました。人事が移動させやすい内容の診断書についてアドバイをください。会社は旧財閥系の古き教金日本企業です。えっと、どういう部署に行きたいのかっていうので、それによってだと思うんですよね。 でその体力仕事がしたくないんだったら、その体力仕事はちょっと向いてないですっていう診断書書いてもらえばいいと思いますし、で、なんか、経理とかそこら辺のなんか数字いじる系行きたくないのであれば、そのなんかあの計算能力がちょっと下がってますみたいな書いてもらえばいいと思うので、なので、あのその移動させやすい内容というより、自分が行きたい場所がここで、ここに行きたくないなっていうのが明確になった方が、お医者さんとしては診断書書きやすいんじゃないかなと思います。押しました。 えー、子供の頃からずっとウルトラマンが好きな20代です。最近は毎年約25話構成で新作が放送されており、各作品配信サービスや年末年始や東京ドームで大きなイベントなどを開催しています。一時期新作が出ないグラフの時代が何度かありましたが、こうして再び人気を集めているのは何か理由があるのでしょうか。やはり日本の景気が関係してくるんでしょうか。見解聞かせていただいたら嬉しいです。えっと、基本的にその、あの、一時期新作が出なかったという時期が、そのなんかウルトラマンの権利がタイ人が持っているのか、日本の会社になるのかっていう裁判をしていた時期で、 で、それが明確になって、その後、ツブライ屋プロが、なんだっけ、アルファベット3文字の会社に入をして、みたいなところから、また戻ったっていうので、なので、もともとその、仮面ライダーがずっと続いているように、ウルトラマンシリーズっていうのもずっと続いていたと。で、その、要は、 あの、全然知らない話よりも、自分が子供時代に見てたものを見せたかったりするんですよね。だから仮面ライダーを見てた親が子供に仮面ライダーを見せるとか。っていうのがあるので、そのウルトラマン世代だった親たちもウルトラマンの子供に見せたいんですけど、それがなかったっていうのが、あの、まあ、特殊な事情があったのでなかったっていうだけで、基本的にはその、あの、なぜ続いてるのかではなく、なぜ止まったのかっていう方が、あの、なんか知っといた方がいい点なんじゃないかなと思いますけど。 やっぱその、サザエさんとかチビマルコちゃんとかってずっと続いてるじゃないですか。で、あれって別にそのなんか、あの、めちゃくちゃ面白いと思って見てるわけじゃなくて、まあその子供の頃にチビマルコちゃんを見て育った親が、じゃあ大人になって、まあ子供と一緒に見るんだったら、まあ自分もストーリー分かるし安心だよねっていう感じでなんとなくつけるっていう消極的判断なんですよね。その積極的にチビマルコ超見てって言ってる親とか子供ってそんなに多くないと思うので。 なので、そのブランドができたものってはその消極的に選択されやすいっていうのがあるので、なので続けてこくと得ですよって話をいます。まあ、ドラえもんとかジブリとかもそうですね。えー、中学2年生で先日うちの学校の教師の写真をラインなどネットで広めてしまい頭も悪いので僕は将来ちゃんと働けるか心配です。何かアラブスありませんかちなみに教師の写真は誰かが盗撮したものを僕は拡散しました。なんで教師の写真を広めると良くないのかっていうのと、その、 なんか、広めるとなんで働けないのかがちょっとわかんないんですよね。なんか、面白い写真を広めたんですかで、なんか面白いものを広めて、ネットで話題になってよかったよねっていうのは、別にあの、ネット上みんなやってることなので、別に気にしなくていいんじゃないかなと思いますけど。 ただその先生が出してもらいたくない写真を出したのであれば、それがその名誉毀損だったり、わいせつだったりに引っかからなないので、その,あの人に評価され、ネット上で評価されるようなことをやるっていうこと自体はいいんですけど、ただ他人に迷惑をかけないようにやろうねっていうところだと思います。なので働けるかどうかというよりは、あの訴えられないためにどうすればいいかっていうところを先に考えた方がいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、僕は経営技術大学薬学部出身ですが最近 SNS について悩むようになりました、えー、僕は東大生の友達を多く作りたいので各 SNS やリアルでの生活では東大生や東大卒医学部ぐらいしか絡まないようにしてるんですが最近エフラン大学出身や低学的人たちの SNS で目をつけるようなにひたすらブロックしたり逃げたりしますなぜ日本は高学歴の人たちに対する嫉妬が激しいんでしょうか日本の学歴社会が辛いです えっと結局、その高学歴の人に憧れるっていうので、その慶応大学のアスペルグさんが東大の人に憧れて、一生懸命フォローしているっていうのがあるので、なので、その憧れるっていうのと嫉妬するっていうのは同じ感情なので、なぜそうなるんでしょうかっていうのは、ご自身の胸に手を当てて考えてみればわかるんじゃないでしょうか、えー。地方公務員30歳女性の転職相談です、文系,系,系を理由に薬学部中退、拓郎で、KKDR 入学出つれきあり。 KKDR ってなんだえ勉、ー、学は好きですが自分能力はボロボロのため転職したいと言いつつ何年経過、えー、マニュアル作成は好きですが単純対入力作業は未創目作業自体になぜと疑問を感じやすく手が遅く不適合を感じますムードメーカーといわれるリーダーに押されたり物のように役職好きとなる話をされており将来が不安です弘力さんみたいに言うので国問わず自由に働ける仕事に憧られますがもう遅いですかえっとその中あの入力作業がミスが多いとかってワーカーに向いてないんだと思うんですよね で、ムードメーカーと言われたらリーダーに押されてるってことは管理職向きなんだと思うんですよね。で、僕もあのワーカー向いてないんですよね。なんかその同じ作業をずっとやり続けるとか基本向いてないので、なのであのワーカーの能力がないんだったら管理職にさっさとなっちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけど。えー、25歳童貞コロンビアおじさんです。 今度、マッチングアプリで繋がった年上の女性とカフェに行こうとなりました。童貞卒業したいと思ってるんですが、女の子とキスすらしたことがないほど恋愛経験が乏しいため、ラブホへルの誘い方がうまくわかりません。 え、非同定で喋りの上手いヒロキさんならどのような流れで思いされますかまた初デートの時にこれだけ意識することありますかあるなの教えてほいです。<laughs> えっと、まず最初に、初デートでラブホンに行けると思ってる時点で、もうちょっと漫画に踏みすぎです。はい。<laughs> あの、初デートは、まず相手がどんな人なのかなっていう見極めるだけの状態まで、何か性的なことができる場所だと思わない方が良いと思います。はい。これが最初のアドバイスです。 えー、33歳男です。不細クなことが辛いです。モテないのは仕方ないと納得できるのですが、それ以外で雑に扱われる場面が多々あるのがどうしても納得できません。これがこの先50年くらい続くと思うと割としんどいです。今すぐ死ぬ以外にこの苦しみから逃れる方法はないのではないかと感じます。楽になるヒントをいただけないでしょうか。えっと、33ぐらいだとそろそろだと思うんですけど、あの、右霊にして清潔感があって、結婚してなくて痩せてるだけでモテるようになるんですよ。あの、顔の造形って、 割と年取っっってててておっちゃんになななるとと結構どうででもよくなっててあのハゲてなければですよで割とそのイケメンな人ってどんどん結婚しちゃうのでそうするとあの痩せててまともな仕事をしているっていうだけであのランキング上がるんですよ。要はその,あのじゃあ小学校の時の同級生40人でその中20人が男性で20人が女性だとしました。でその中20人の中でじゃあ17位ぐらいだったとしてそのトップ123のモテる子たちっていうのはもうなんか高校とか大学とかでもう彼女ができて。 社会人になったら結婚します。っていうので、まず社会人になった途端に20人のうち5人ぐらい結婚するんですよで、そうするとあの15人になるので、自分の順位が謎の55人分上がるんですよね。なので17位だった子が12人になるんですよ。 で、三十その、あの、社会人を三5年ぐらいやっとくと、中継27歳とかになると、割とそれなりにこう、会社の中で管理職になったりとか、お金に余裕ができたりして、また結婚する人たち出てくるんですよ。で、そこでまた5人ぐらい抜けますと。で、そこでもう10人減ってるので、そうすると、今度はもう、実はその、トップ10に入ってるんですよ。 トップ10といっては、ま、10人のうちの7番目なんですけど、とはいえトップ10に入ってるんですよ。なので、だたいね、20後半までになると、実はトップ10に入っていて、で、30過ぎると、女性の方が、あの、結婚した意欲がめっちゃ強くなったりするんですよ。あ要はその子供を産みたいと思ってる人の場合って、35までには結婚して子供を産まなきゃいけないよねっていうのその高齢出産になると。 あの、何かと大変なので。っていうのがあったりするので。で、なので、ハゲてないとか、ちゃんと働いてるとか、で、それ、なんか、それな、その、なんか、あの、その、清潔感のある服装をしてるとかっていうだけで、そのトップセブンだったのがトップスリーぐらいまで上がったりするんですよね。他の人がハゲたりなんだったりで、どんどん勝手に脱落していくので。なので、その、なんか、顔の造形って、実は男性が30過ぎると、そんなに重要ではないんですよ。なので、あの、まともな会社で働いてるブサイクとかも平気で結婚してたりするので、 あの死んだ魚をしてる性格の悪いデブなおっさんがなんか最近あの声優の人になんか好かれてるっていうのを聞いて僕はびっくりしたんですけどまあそんな感じでブサイクでもなんとかなるらしいですよ。えー、初めてスパチャします。登録者60万人のバレエ YouTuber の山海と言います。ゆるくさんバレエを見たことがありますかもしなかったらバレエをいつ見に行きますか えっと、もしなかったら多分一生見に行かないと思うんですよね。要はその,あの、45なんですけど、僕45までバレエを見なかったら多分もう一生見ないと思うんですよ。まあ、ところがどっか一応僕バレエは見たことあるんですけど、あの、オペラ座と清里と、あと東京でどっかで見た気がするな。っていうので3回ぐらいは見に行ってます。はい。こんな答えのために6000円払って大丈夫ですか えー、30代前半、総慶卒大手金融に勤める独身男性です。20代の頃は恋人もいたのですが、ここ2、3年結婚と遠投そろそろ結婚したいと思っています、えー。スペック的には結婚に困ることはないと高くて言うのですが、内心男尊女卑の考え方が強いところがあり、夫を立ててほしいと思う節があるところは友人からも指摘されます。こうした点は致命的な問題だと思いますが、また何が問題なのでしょうかえっと、相手の人が、その女性がどう考えるかで、 あの、その、九州出身の女性って、割と男尊女子が、男尊女卑が当たり前だと思っちゃってたりするんですよ、ね。要はその、ある程度九州って、そのなんかあの、男性を立てる文化だよねっていうのは薄さあるんですけど、結構それがその、寝みしみちゃってて、あの、完全にその平等であるというのはならないのが当然だよね、ぐらいに思ってたりするので、なのであの、九州の女性を積極的に探すといいんじゃないかなと思います。山川さんは割と有名な方だったみたいですね。すいません。 年収700万27歳男、貯金400万、職業、現場作業員、去年から法人を作って無借金で戸建ての賃貸経営をしています。年間売り上げ120万です。もっと物件を減らしていきたいんですが、人捨てと現金が圧倒的に足りないので知識を蓄える目的とお金を稼ぐ目的で収益物件の不動産会社に営業職に転職しようと思っています。えー、ありでしょうか去年の卓球試験落ちました。あ、全然ありだと思います。結局、その、ある程度ちゃんと、あの、まあ、売り上げがその、あの、利益としての120万だとすると、 これ利益で120万ってことですよね、きっと。<laughs> あの、なんかそのコストも含めて売り上げ120万だとマイナスになると思うんですけど、まあ仮に利益で120万上がってるのであれば、あとはいかにいい物件を知るかっていうことだと思うんですよね。で、あの、不動産職で働いてると、その不動産市場で一般の人たちが、その目につく前に、そのなんかあの、売り主さんとかっていうのと仲良くなって、あの、物件とか売りたいっていう人にあの会えたりするので、なので不動産のスキルで食っていきたいのであれば、不動産屋に就職すら全然ありだと思います。 要はその、あの、レインズ的なその不動産情報を登録する前に、そのあの、なんか、お金持ちとかこういうの売りたいんだよねとか、あとレインズに乗ってるんだけど、その一般のなんかあの、あなんか、ヤフー不動産とかに乗る前に、その不動産業界だけで情報がで回ったりみたいなところで、あ、これお得だなっていうので自分で買っちゃうみたいなのができたりするので、なんでそこら辺のあの、情報戦の感度を高くするために不動産野系に入っちゃうのは全然ありだと思います。 えー、毎晩ひろゆきを聞きながら寝ています。海外在中です。海外で日本円稼ぐならひろゆきさんなら何をされますか <laughs> えー、日本円を稼ぐって結構難しいんですよね。僕、例えば今その6100円、あの、スパチャをされて喋ってるんですけど、うん、えっと、結果として Google に入ってドルで日本の会社に振り込まれるんですよね。 あの一応 MCN でガゼット通信というところに所属してるんですけど、で仮に僕そこに所属してなかったとしたら、多分あのフランスの口座にユールドで振り込まれちゃうんですよね。あ、どドル直接かなとはいえあの YouTube でやってる限り日本円で振り込まれることはないので、海外で日本円で稼ごうとすると、返還しちゃいけないですよね。そうすると日本人に対して何かを売るっていうことになるんですけど、 日本円で受け取るの難しいんですよね。あ、まあ、一応振り込めるのかなこっちの銀行口座って、そう、ドル建ての口座とかはあるんですけど、日本円建ての口座って聞いたことないんですよね。シンガポールとかだと、そのなんかあの、マレーシアドルとかシンガポールとか、あの、アメリカドルとかユーロとかいろんな通貨で、あの、やりといてきるんですけど、で、日本の銀行もその日本円と、あの、米ドル2口座ってなあると思うんですけど、ヨーロッパで日本円口座って聞いたことないんですよね。 ま、探せばあんのかもしれないですけど。なので、あの、海外で日本円で、こう、お金を受け取るって結構難易度高いと思うんですよね。その、まあ、例えばじゃあ、あの、イドル口座で現金でくださいって言えばヨーロッパとかって、あの、じゃあ、はい、100ドルねとか20ドルねって、あのドル、アメリカドルの現金でくれるんですけど、日本円口座で日本円の現金をもらうって聞いたことないんですよね。 多分その日本のその自体をヨーロッパとかアメリカの銀行って持ってないと思うのでなのでなんか日本円でなんか売り上げを立てるというのをやる必要ないんじゃないかなと思うんですけどはいここ1年です幼稚園の頃はうんこが1日30回ほど出てたのですが最近になって1日約2回たまり出た日もあるまでになってしまいましたまた最近母親が怒るようになり兄になぜだろうと尋ねていると高年期のせいだろうと言われましたすると母親から鬼のような行走で睨まれました僕はどうすればいいでしょうか えっと、兄に尋ねたところ、兄が更年期のせいだって言ったわけで、別にあなたが言ったわけではないので、多分母親が睨んでいたのはあなたではなく兄だと思います。なので、こう、兄に対して睨んでるっていうだけで別に自分ではないっていうところで、あの、その、火のコが来ないようにすればいいんじゃないかなと思いますけど。 サイスパです。すみません。新卒で4月から12月末まで金融機関で勤めてました。1月から中小メーカー経営理勤務します、えー。初日に初めて転勤とジョブレトゥーシオンがあることを知り、人事からのもらはら研修なしの実務で毎日涙が出て食欲がなくなっています、えー。自分が無能なのが悪いのは分かってて、使用期間3ヶ月中に退職しようか悩んでいます。退職せず2年ほど続けないと次、次の正社員で転職は難しくなりますかえっと、多分、あの、それなりにでかい金融機関で働いたので、 その大企業的な、あの、優しい、その、あの、会社が当たり前だと思っちゃったんだと思うんですけど、残念ながら中小企業って、あの、労働基準法とか通りにちゃんとやったりしないんですよね。なので、その、モラハラだったりとか、サービス残業的なものが結構当たり前だったりするんですよ。うん、っていうのが多分分かってらっしゃらないと思うので、あの、元の会社に戻れるようにした方がいいんじゃないかなと思いますけど、 多分他の中小企業に行っても似たような状況になってしまう可能性があるのでいや、その会社だけが特別なんじゃなくて、中小企業って基本的にそんなもんだよねっていうところに慣れた方がいいんじゃないかなと思います。なので他のとこ行っても似たような厳しい状況になる可能性があるんじゃないかなと。はい。えっ、ー、と、先ほどコメントしたバレー YouTuber の山海です。すいません。3回見に行かれたんですね。嬉しすぎて今全乱になりました。は、えー。僕はバレーを広めるを目的に YouTube をやってるんですが、バレーはどうでしたかそして日本でバレーを広めるのはどうしたらいいですか えーっとそのあの日本のバレエを僕はそんなに見たいと思わなかったんですけどなぜ見たいと思わなかったかっていうとあのようんと例えばじゃあ,あのミュージカルって日本でもやってる人っていっぱいいるんですけど、まあ、劇団四季をトップにしてでも基本的にそのミュージカル見たいってなった人ってそのブロードウェイとか、まあ、あのロンドンだったりとかその本場で見たいみたいになるんですよね。 要はその、あの、ミュージカルとかバレエそのものに価値があるのではなく、そのミュージカルとかバレエとかを見に行っている自分たちが素敵っていう感覚が割とあると思うんですよ。なので、その、それ自体が面白い。要はバレエ自体が面白いというより、そのバレエという場に、そのなんかあの、じゃあそのなんかデートがてら行くということ自体に価値があるみたいなので、純粋にバレエそのものが面白いのかと思って見てる人って、そんなに多くないと思うんですよね。 なので、ほん、例えばその、えっ、ー、と、なんか演劇とかだと、なんかそれなりにそのなんか小劇場とかで学生とかがやってて、あ、面白いっていうので気楽に行けるんですけど、その気楽なバレエって存在しないんですよね。まあ探せばあんのかもしれないですけど、要はその気楽に見れる大学生同士が勝手にやってますバレエですっていうのがなぜ存在しないかというと、バレエ自体が面白いのではなく、その、なんかあの、国立劇場でやってるバレエだから見たいみたいな、あ、止まっちゃいました。お、止まった。 る理由は何だろうこちらの配信はうまくいってるから YouTube 側の問題かな止まったよ。すいません。お。お。止まった馬。はい。あれー、なんだろうね。あ、あ、いってるかなあ、元に戻ったっぽ、はいです。なんだろう。なんか、えーと、うちの問題かなまた。<laughs> なんか、うちの問題っぽいなぁ。えっ、ー、と、 あの、最近、こう、温度が上がりすぎてしまう問題があって、きっと多分、ファンに誇りが詰まったその PC のファンに誇りが詰まってるとか、多分そういうことだと思うんですけど、はい、すいません。ピントが合ってない。あれピント戻ってない大丈夫 というわけで、えっと、バレーの話に戻りますけど、なんでその、あの、バレー自体が気軽に楽しめるのであれば、例えばダンスとかってストリートダンスみたいなのがあって、あ、面白いっていうので、なんか動画上げてみんなが見たりとかってあるじゃないですか。で、その、まあ、例えばその芸人見習いみたいな人とかも、なんかあの、二人だけで動画撮って、なんか YouTube に上げて、あの、コントやってます見てくださいみたいなのがあるんですけど、バレーってそういうのがないんですよね。 なので実はバレエ自体に価値があると思ってる人はそんなにいなくてそのバレエという,そう国立劇場とか価値のあるところでお金を払って見に行くということ自体がそのあのバレエを見に行くという行為の楽しさでバレエそのものに対して価値を感じている人が少ないということな気がするんですよ。 ので、そのダンサーとしての能力値ってあのバレエダンサーってめちゃめちゃ能力値高いのでなのであえてそのストリートダンスとかその一般の人が面白いと思ってるダンスをバレエダンサーの身体能力で表現してあこんなに踊れる人がガチでやるバレエってどんなんだろうっていう方向に一回降りた方がいいんじゃないかなと思ったりしてます。はい 米子犬貨も導入すると日本も米国やカナダの並みに DIY により自分で安く家などを建てる人が増え住宅ローン化への無駄に気づく人が多くなると思いますが、ひろきさんどう思われますかあ僕もそれ賛成です。多分地方とかであの安い一軒家で暮らすみたいなのが増えるんじゃないかなと思います。ひろきさん、こんばんは。春から大学生になる予定の18歳男です。えー、正月の親戚の集まりで久しぶりにどこにあったときかに えー、いとこのことが好きになってしまいました。ひろきさん、いとこ君についてどう思われますかまた仮にいとことして結婚するときに相手方の両親を説得するにはどう立ち止まればいいでしょうかちなみに相手は5歳年上の経験案の店長で自分はこれからマーチに推薦で進学するものです。といとこだと三等、三親等より先なので、多分法律上は何の問題もないので。なので別にあの、その、あの、とりあえずその説得をする必要はないんですけど、そもそも、うん、あの、結婚より前に先に付き合ってください。 なので、相手の両親をどうやって説得するかより前に、まず、どうやったら付き合えるかっていうところに頭を使って、付き合って、で、何年か付き合った上で結婚するかどうかっていう話になるので、あの、最初から、その付き合ってもない相手に対して、両親をどうやって説得しようって考えてる時点で、ちょっとなんか、あの、無能っぷりが、あの、ちょっと滲み出てると思うので、なので、あの、まずは相手の人と付き合えるように魅力的な男性になる方向にお金を使った方がいいんじゃないかなと思います。はい。 ひろゆきさんの記念請をさせてもらってます質問ですがひろゆきさんのようにお金を使わないように頑張ってますが妻に理解されないどころか使わないことを悪とされます妻を理解させて2人で接点を楽しみたいのだがどうすれば分かってもらえますか分かってもらう必要ないんじゃないですか別にそのじゃあの妻そのじゃあ例えばその可処分取得的にお小遣いをじゃあ妻が5万円自分が5万円使えるとしたらじゃあ自分は5万円をずっと貯め続けますで妻は5万円使い続けてくださいっていうのでそれでいいんじゃないですか えー、あと、なんかね、節約は別に楽しいものではないと思うんですよ。僕はあの別に好き好んで節約してるんですけど、別に節約それ自体が楽しいと思ってるわけではなくて、あの、支出をすることがそんなに好きではないっていう、そっち側のあの、要は、お金を払うのが嫌。要はその節約が楽しいからやってるのではなく、お金を払うのがマイナスであるっていう、その嫌なことをやりたくないっていう、そっち側なんですよね。その節約超嬉しい楽しいってやってるわけじゃないですか。 春から大学生になる予定の18あ、これ読んでですね。すいません、えー。上場という選択肢が選べる環境にいる場合、上場をお勧めしますか？ひるくさんのもう上場のメリットとデメリットを教えてほしいです。えっ、ー、と、まあ、僕は上場はしたいとは思わないですね。では、その株主が増えて、赤の他人にいろいろ文句を言われるようになるので、あの自分が経営者側であれば、別になんか上場して文句を言う相手を増やしたいとは思わないですね。 で、仮にじゃあ伸びてる会社であれば、その上場してその株を誰かに配るよりも自分がその株を持ち続けた方が結果として利益が増えるので、なので基本的にはその、あの、上場して株を売るっていうのはその会社にその先のなんか成長がねえなって思った時だと思うので、なのでなんかその一発当てたけどこれは長く続かないよねって、そういう事業をやってる時だったら、あの、上場して逃げるかってなるんじゃないですかね。 えー、地方で小さいリフォーム会社を経営しております。妻の友達で英語ペラペラの女性が3月より僕の会社で働いてくれることになりました。PC はまともにできないそうです。どのようにこの方を立ち回らせるのがいいでしょうかメインの仕事内容は外装や内装の仕上げ業務は管理業務です。えっと、あの、一応なんかその,あの外国人の方の仕事を受けられるようにするっていうのが、あのそのどれぐらいの地方かによるんですけど、例えば仙台とかだと、一応外国人の方もそれなりに住んでると思うんですよね。 で、そのなんか、あの、仙台でじゃあリフォームしたいと思う外国人の方がいらっしゃるんだとしたら、あの、それなりにその英語でホームページとか作ったりすると、あの、引っかかるのかもしれないですけど、ちょっとその地方都市のその規模によるんですよね。そのなんか、あの、群馬帝国の山奥みたいなところで、そのなんか英語でホームページとか作っても別にあの、あんま需要ないと思うので、 なので、なんか、そもそも論、その、あのー、自分の会社にその英語のスキルが必要ないんだったら、雇う必要ないんじゃねって僕は思いますけどね、えー。趣味を生かした副業をしたいと思い、趣味の 3D プリンターで作ったものの販売をメルカリなどでしてましたが、ほとんど売れません。3D プリンターで儲けようとするの諦めた方がいいでしょうかまた 3D プリンターが諦めた場合、海外動画の切り抜きを副業にしようかと思いますが、動画編集を副業にするのももうやめた方がいいでしょうか えっとまずやり方がちょっと間違ってる気がするんですけどあの好きなものを作っているのではなくメルカリで 3D プリンターで売れているものがどんなものかを調べてください。例えば iPhone 用の,その,なんかあの,そのケースとかっていっぱい多くの人が作ってるし市販でもいいものがあるのであんまりそのメルカリでも売れないと思うんですよね。であのちょっとマニアックな端末のケースとかの方が売れると思うんですよ。 その、あの、なんか、あの、グーグルのピクセル4とか、ちょっと昔の機種で、もう最近そのケース探すの大変だよね、みたいなケースを、じゃあ 3D プリンターで売ってますとかだったら、だからそれなりに売れたりすると思うので、なので 3D プリンターで作ったもので、メルカリで何が売れてるかっていうのを見て、で、それと似たようなものをちょっと安く作ってみてください。 そうすると、あの、メルカリって同じような商品を安く売ってるんだったら安い方で買うよっていう人がいるので、なので何が売れてるかっていうのを見て、それに合わせて物を作るっていうの方向に、あの、作るものを変えた方がいいんじゃないかなと思います。自分が作りたいものを作る場所ではないと思います。えー、何をやっても仕事が続き,続きません。いい解決方法ないですか生活を取ればいいんじゃないですか えー、フランス卒の無能一年目社会人です。大手 IT 上場企業勤務以下の原因で適応障害となる給食中、えー。何か作業している時に他の指示をされること。日々生活していく中でお金を使わないのに毎日働くことに疑問。えー、今の選択肢としては復職転職2位と公認会計士を目指す資格は t o e i c 700、簿記2級、括弧給食期間の2ヶ月おとを使いし職。簿、え、記、ー、と勉強が確かめたので公認会計士を目指したいと思っています。できればずっと家の中で好きな本や勉強、ゲームをし続けたいです。 公認会計士まで行くとハードル高いかもしれないので、税理士ぐらいの方が楽にできるんじゃないですかね。で、あの、在宅で税理士やってる人とかもいたりするので、要はその、あの税理士の事務所で、あの、一応就職はするんですけど、仕事自体はずっと家でリモートでやりますみたいな人もいたりするので、なので、公認会計士よりは税理士の方が受かりやすいんじゃないかなっていうのと、あとリモートだけで仕事が。公認会計士でも一応あんのかな、リモートだけの仕事。 なので、あの、リモート前提で家で働くっていうので資格を取ればいいんじゃないかなと思います。えー、親愛なるひろゆきどもは神棚をどこに置いていますか置いてません。<laughs> えっと、フランス、パリで神棚売ってんのかな <laughs> えっと、まあ、売ってるんだとしても僕は買わないですね。なんか、あの、その神棚置いといて壊れたら嫌じゃん。なんかその、まあ、所詮ただのなんかあの小屋の、その木製の小屋の置物なんだけど、その子なんか木製の小屋の置物をなんかどっかにこうなんかあのタンスの上とか置いといて、で、それがたまたまなんか落ちて壊れたりしたら、なんかすげえ神様に怒られそうな気がするじゃないですか。だからなんか神棚を置いとくメリットってないと思うんですよね。 なんかあの、その、毎日拝んで幸せになりたいですっていう人であれば、なんか神棚買うのもいいかもしれないですけど、僕別にあの、神棚なくても毎日幸せに暮らしてるので、別にそこでなんかその、要は自分が気にかけなきゃいけないものが増える方が嫌なんですよね。あと、あの、僕宗教まだ決めてないので、あの、新教徒じゃないかもしれませんね。 えー、最新のニュースピックス動画に、洋一さんなんか溶けてきてるよっていうコメントが最大人を獲得してる件。溶けていく落合先生はどうしたらつけるでしょうかそれとも何かに進化している最中なんでしょうかいや、だから落合さん、本当死んじゃうよあの、あんまりだ忙しくさせない方がいいと思うんですよね。だかその中、あの、落合洋一さん、睡眠時間めっちゃ短いのに、落合洋一さん、ショートスリーパーじゃないっていうのが、ツイッターで見て僕びっくりしたんですよね。 なんかあの、今日は3時間睡眠、今日は4時間睡眠みたいな。で、前もたまたま朝方のミーティングをなんかズームで一緒にやった時も、なんかあの、すげえ眠そうな感じで早朝に出てきてて、だから、あからショートスリーパーなんだと思ってたら、全然ショートスリーパーじゃなくて、単に忙しくて、睡眠時間が短いだけだったってことが分かって、だから本当にあの、周りの人は仕事を振らない方がいいんじゃないかなと思ってます。あれ止まってる 僕の画面だと止まってないので、多分 YouTube 側で止まってる人と止まってない人に分かれてる感じな気がします。はい。僕のう側は今普通に回ってるので、ヨーロッパと日本で違うのかなえっと、多分あの、このアーカイブに残すと普通に繋がってる感じだと思うので、そういえば加藤純一さん結婚式らしいですね。えー、みなし残業って何であると思いますかあることのメリットの方が少ないと思うのですが、 と、あの、ある程度、その、どれぐらい勤務に時間がかかるのか分からないという仕事を頼むときに、まあその残業するときもあるし、しないときもあるから、まあ200時間ぐらいの残業っていうのをするという前提、2 0時間多いな。その80時間ぐらいの残業をするという前提で、ちょっと高めに給料払うと。で、その代わりその中残業するかしないかっていうのはまあ実績で決めるので、なのでそこら辺はご自分で管理してくださいっていう仕組みなんです。 で別に僕はそんなにデメリットがあるかなとは思わないんですけど、結局それってその、あの、嫌です。私は全部残業申請しますって言えば、あの、一応通るんですよ。労働基準法的に。まあ、あの、なんか同調圧力的なやつで通らない可能性はあるんですけど、なので、あの、基本的にはその、みなし残業で良いよっていうのが労働者側も言ってることなので、なので、それが労働者側が OK だったら別にいいんじゃないかなと思いますけど。ただ、まあ、あの、なんかその、あの、牛丼チェーンみたいな、 なんかあの、選択肢がない状態で働くんだったらみなし残業込みでめっちゃ残業してね、みたいになっちゃうとどうかと思うので、そこら辺はあの、労組と一緒に戦った方がいいんじゃないかなと思います。あの、コメントに労働者にメリットなしって書いてありますけど、あの、優秀な人だと残業全くしない状態でみなし残業代の給料もらえちゃったりするのね。で、今時あの、リモートが増えてきてるので、なんか家で働いてる体にして、 なんかみなし残業代もらうみたいなのもできるんじゃないかなと思います。えー、飲みの席での雑談が苦手な大学生です。ノリが悪いとよく言います。理由を考えた結果、世の中の面白い話題のトレンドが人をバカにするようなことなのではないかと気づき、私はそういったことを話すのがとても嫌いであることが分かりました。バラエティ番組見てもそういった傾向が強いように思います。しかし、これから社会に出るにあったり、雑談力は一定必要なのではないかと考えており、自分もトレンドに染まるべきかが葛藤します。ご意気をいただきたいです。えっと、あの、 自分を落として笑いを取るっていうのをやると、誰も傷つけないでできるので、なので、あの、僕の知り合いの死んで坂上虫のデブで性格の悪いおっちゃんが、ひたすらあの、自分を話題の中心にしたいために自分のネタで笑いを取ろうとするんですよね。んで、あの、みんな弾いてるっていうのがよくあるんですけど、そんな感じであの、自分を話題、その、笑いのネタにするっていう、音竹さんの、あの、性的ネタとかもそんな感じで、あれは自分から言ってことそんななかったっけあるよね、あるよね。っていう感じで、あの、自分をネタにして笑いを取るといいんじゃないかなと思います。 あの、日系テレ東大学っていうところで、あの、そのイエール大学の成田准教授と、あの、僕と、あの、乙武さんとパンダが喋るっていう動画があってるんですけど、まあ、相変わらずその乙武さんって、あの、何を言っても面白く返してくれるので、あの、やっぱ優秀な人だなと思ってましたけど、興味がある人は動画見てみてください。 えっと、バイトが嫌すぎて、来ね去年から個人事業主を始めた大学生です。初年の純利益が約800万ほどの見込みです。<laughs> すげえ優秀じゃないですか。えー、いきなりここまでうまくいくとは思わなかったので、ずっと会社員するよりも、行くか一人でやって、こうが向いてるんじゃないかという気がしてます。向いてると思います。えー、なるかどうかともかく、経営者独立企業に向いてるのはどんな人ですか、えー、向いてるというより、あの、会社員ができない人の方が、結果として経営者に向いてる気がするんですよね。 要はその、あの、会社員って、あの、言われたことさえやってれば給料がもらえるので、あの、不安を感じることがないんですよ。あの、経営者とかってやってると、要はその、まあ、多分800万円っていうのを、じゃあその大きなクライアントがいたとして、そのじゃあ800万円分の仕事をくれてましたと。で、そこが突然、もううちちょっと厳しいからこの件は切るわって言われちゃうと、いきなりこう、来月から給料ないです。家賃どうやって払おうみたいな不安な状態になっちゃうんですよ。 で、その不安な状態全然 OK ですなぜなら俺会社員超嫌いだからっていうのであれば、あの、何の問題もなく、じゃあ一生懸命仕事を増やそうってなるんですけど、割と会社員できる人だったら、その不安を感じるぐらいだったら会社員の方が安全だよねっていう風になって、会社員に逃げちゃうんですよ。なので、あの、会社員に向いてない人の方が結果として経営者として伸びる率が高いんじゃないかなと思うんですよね。いや,そのやっぱ、ある程度成功してる経営者の人って、あの、癖が強い人が多いんですよ。 まあ、いい意味でいいこ、いい意味で言うと癖が強い。悪い意味で言うと頭がおかしい人。なので、あの、この人絶対会社員無理だわっていうタイプの経営者の方がやっぱりうまく仕事を回してたりするんですよね。で、その要はあの、会社員スキルがある人の方が経営者うまくできるよねって言いがちな会社員の人がいるんですけど、あの、会社員スキルが必要だったら、会社員を雇えばいいんですよ、経営者は。 例えばそのなんかじゃああの経理とか事務とか苦手な経営者って別にはあの経理とか事務とか経営者ができた方がいいんですけどできなくても何の問題もなくてそれは経理を雇えばいいんですよなので会社員ができないことをやるっていう能力を持ってる経営者だとあとは会社員を雇えばいいだけなので割と会社としてうまくいくんですけど会社員の能力しか持ってない人だと別に要はその特殊な能力とか特殊なセンスがないのでその要は他の会社と戦っても勝てないんですよね なので、あの会社員ができないぐらい尖ってる人の方がうまくいく場合もあるんですけど、ただ尖ってるだけで無能っていう人もいるので、そこら辺気をつけてください。えー、23歳男です。うつで専門を中退して会社を転々としてきました。現在は地方でアルバイトで警備員をしています。親が近々離婚することになり、一人暮らしをしないといけない状況になりました。月の手取りが13万であまり良くないので転職しようと思ってます。自動車の会社のチームで給与19万円の求人に応募して面接が決まりました。 えー、現在の状況で転職するのは正しいと思いますかちなみに高校でオフィス関係の資格と P 検定準二級簿記三3級を持っています。<laughs> えっと、今のところ履歴的には警備員のアルバイトが履歴書になってると思うので、 なので、あの、普通にその会社事務っていうのを履歴書に作っとくと、あの、普通にデスクワークができる人なんだなっていう形で履歴書を読んでもらえるので、なので、あの、履歴書を盛るという意味でも、一回会社員で事務っていうのに行った方が、あの、転職はしやすいんじゃないかなと思います。要はその、あの、アルバイトだったり、警備員だったりの仕事しかしてない人だと、その、デスクワークやりたいですって言っても、いや、この人できないんじゃないのって思われちゃうんですよ。なので、履歴書を盛る意味でも、一回そっち側に行った方がいいんじゃないかなと思います。 え、以前質問した大卒29歳の営業課長です。去年の年収は360万円でしたが、自分が無能だとコメント欄で言われたセリ仕事を頑張った結果、1年で年収が500万まで上がりました。お、すごいですね。っていうか、140万も年収上げてくれる会社がすごいですね。 え、ただ、えー、大企業コンプレックスを捨てきれていないので、まだ転職は検討しております。えー、年収を取るか、大企業何てを取るか悩んでおり、意思決定のための決めてがありません。ご意見ください。スキルは30名チームのマネジメント、ノルマ達成、実施、新規事業立ち上げ、エクセルです。えっと、あの、大企業に転職活動してみてください。で、年収500万で、あの、それなりの管理職であれば、多分ヘッドハンター経由でいけると思うので、その、あの、転職サイトとかで、あの、ヘッドハンター系の転職サイトとかに、こういう業務で大企業行きたいですって言って、で、あの、オファーが来るかどうかっていうの 確認してみて、みもしその500枚以上のファーンだったら乗っかるっていうのでいいんじゃないでしょうか。 えー、ここ1年で留年、2年生に上がって大学になったものです。なんとなく警備業に入ったところ、自分に合っており26歳で起業、現在11年目です。5年間自分が食える程度に働きましたが、欲が出て人を増やし、今期は売り上げ1億まで来ることができました。社長として年収600万、優秀な事業員のおかげであることは理解しているつもりなので、恩返しのために、そして給与を上げて逃がさないためにさらに欲を出したいです。そこで質問なんですが、別業種への転換、海外への転換、新たな警備業務の開発、どこに資本を投入すべきでしょうかフランスの警備事情も含めてヒントをいただければと思います。<laughs> えっと、まず、外国に行くのは無理だと思ってください <laughs>。あの、基本的にはその、あの、国ごとにその警備って法律も違うんですよ。 で、こっちだと、あの、銃を持ってる犯罪者に対して逮捕し対処しなきゃいけないよねっていうのがあるので、その、あの、元警察官だったり、そのジャンダルメって言われる軍警察みたいな人だったりとかっていう、その、ある程度その、あの、そういうその、銃を扱って悪者と戦いますっていうのとかあったり、軍隊出身だったりっていう人が割と警備業に就くことが多いんですけど、まあ、日本でもたまにその自衛隊出身の人いますけど、基本的にはその日本の警備業って、あの、ガチで争いになることってないじゃないですか。せずいい酔っ払い相手ぐらいで、 なので、あの、外国に行くっていうのは、その根本的にちょっと、あの、その、なんかセキュリティに関する考え方が違ったりするので、なので日本国内でやった方がいいと思うんですけど、で、その、要は、あの、体力自慢な人たちがいっぱいいますっていうタイプの警備業なのか、あとはその、えっ、ー、と、おじいちゃんいっぱい雇ってますっていうタイプの警備業もあるんですよ。あの、要はその、警備の仕事って、 あの、やんちゃな人が来たときに、若いやつをぶつけて、トラブルになるより、おじいちゃんを配置して、おじいちゃんがやんちゃなやつに殴られて、警察に通報するっていう方が、実は、あの、うまく処理できるんですよね。要は、その、あの、若い警備員と、じゃ酔っ払いが、なんか殴り合いをしちゃいましたってなると、喧嘩両成敗ってなっちゃうし、で、その相手の、その、じゃあ酔っ払いに訴えられる可能性もあるんですよ。 でもなんか、おじいちゃんが殴られましたっていうと、もう警察が出て酔っ払い逮捕してくれて、終わりっていうふうになるので、実は弱い人を警備に置いといた方が、リスクが少なくてコスパがいいよねっていうのが日本の仕組みだったりするので、なんでそのおじいちゃんいっぱい系の警備業なのか、割とあの、若くてやんちゃやってますとか、クラブの警備やってますみたいなタイプの、そのあの、警備業なのかっていうので違うので、なのでその自分の持ってるスタッフっていうのがどういう能力なのかによって、広げる方向性は変わるんじゃないかなと思います。 まあでもコロナ禍もあるので、割とその、あのコロナでそのイベント業とかもなんかごっそり人いないですみたいなのがあったりするので、なのであの電話くれたら20人ぐらいすぐに呼べますよみたいな、そのすげえ人数をいつでも派遣できますみたいな形で、その B2B で他の警備会社とかイベント会社とかにあのオファーをするっていうのはありなんじゃないかなと思います。要はそのクラスター発生とかしちゃうとその会社のスタッフごっそり使えなくなったりするんですよね。っていうのが最近ちょこちょこあると思うので、 なので、あの、いつでも人数動かせますよっていうのが逆にうまくいくんじゃないかなと思います。えっと。 40代中小企業会社員です。うちの会社はすぐにレッテルを貼る風習があります。ミスが続いたりすると早めにそういう人のレッテルが貼られます。そうなると何をしても否定的に取られたり、やる前から門前払いされたりの日々です。レッテルを貼られた際の対応策や挽回策等があればご教授お願いします。えっと、あの、多分その業種で個人が一生懸命頑張った結果、成果を出すというのはあまりできないタイプの業種な気がするんですよね。 要はそのレッテルが貼られたとしても、なんかあの、すげえ売り上げ立てましたってなると、別にあの、すごいじゃんって話で終わりなんですよ。ただ多分、あの、一人で売り上げを立てるタイプじゃなくて、チーム戦だったりとか、ルート営業とかっていうタイプの会社だと思うので、そういう場合ってあの、いかに足を引っ張るかっていうのになっちゃったと思うんですよね。要はその、あの、三石みたいなところの場合とか。なので、あの、その成果を上げて評価してもらいたいっていうのであれば、その会社にはいない方がうまくいくんじゃないかなと思いますけど。 ー水曜どうでそう、水曜どうでそう TV の切り抜きチャンネルをしているヒゲマジンの部屋です。最近 YouTube のメイン動画やるし、YouTube ショートで TikTok でも流してる、ざっくりした短いやつを流してるんですが、そっちの方が回ります。この流れでショート動画をぶち込んでいけばいいのでしょうかね。えっと、あの、ショート動画の再生数は回るんですけど、ちゃんとあの、売上の金額見てください。動画1個あたりの。あの、ショートって再生数めちゃめちゃ回るんですけど、あの、広告がほぼ入らないので、再生数の割に、その、売上としてはそんなになかったりするんですよ。 その僕、今このベラベラ喋ってるやつ、もう1時間、たった45分ぐらいなんですけど、で、まあ、例えば45分の動画を上げると、そこであの、広告が8個ぐらい入ったりするんですよ。で、そうするとその広告8個分の収入が入るんですけど、YouTube ショートって、そうだから20秒とか15秒とかあったりするので、広告最初と最後に出るか出ないかぐらいだったりするので、そうするとあの、1個あたりにその広告の量が少ないので、売上げの額も減っちゃうんですよね。 なんか再生数だけはぐるぐる回るんで、なんかうまくいってるような感じになっちゃうんですけど、なので、その再生数を稼ぎたいのか、お金を稼ぎたいのかっていうところを、あの、焦点を決めた方がいいんじゃないかなと思います。止まった。えっとね、僕の側止まってないんですよ。と思ったら、あの、僕の動きが止まってるってことね。カメラの方の問題ね。ちょっと待ってくださいね。これでいけるかななんかあの、最近そのケーブルの接触が悪くて、はい。すいません。 えっと、あ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 、えー、っと、先ほどのゼンナバレーユーチューバー山海です。ファッションとしてのバレー勉強になる嬉しいです。えー、スーツ着ました。<laughs> さっきゼンナでしたからね。えー、話は変わりましたが、僕はバレーユーチューバーと言いつ,つ外国人彼女とカップル系の動画を出しています。カップルチャンネルどう思いますかそしてひろゆきさんは彼女というか妻というか,いうかサイクというか奥さんとカップルチャンネルつやるんですかやりません。はい。 えっと、カップル YouTuber は成功率高いっぽいんですよね。なんかそのカップル YouTuber をやってる人がそんなに多くないのと、あとカップル YouTuber のなんかあの、その動画の再生率が結構高いっぽいので、なのであのカップル YouTube で食うっていうのは全然いけるとは思うんですけど、あの、別れる時が結構大変らしいんですよね。要はその、あの、 その生活上のカップルの問題っていうのとカップル YouTuber としてそれで生計を立ててやるってなるとプライベートと仕事が両方のパートナーになってしまうのでその揉めるとでも金はないから仕事としてやらなきゃいけないよねとか別れる時にじゃあそのカップルチャンネルの権利とか売り上げをどう分けるかみたいなことになって結構あの揉め事の規模が大きくなるっぽいんですよなのであのもう結婚を前提にしてるぐらいの方が安全なんじゃないかなと思いますけどはい まあでも結婚しててカップル YouTube やって離婚したって話はまだそんなに聞いたことはないかな。まあそのうち出てくると思いますけど。えー、3歳、1歳の子持ち30代女。夫が肝臓悪化出血の後遺症で高知脳機能障害です。夫は共感性ほぼなし。 えー、疫度性っていうのかな起こりやすく感情のコントロールが難しい。えー、子供が泣いても癒さないし、自分の思う通りにならないと子供に対してもすぐ怒ります。えー、治らない障害なので受け入れなくてはと思いますが、私も夫に腹が立ってしまい、家庭内が喫出しています。このような障害を持つ夫と一緒に今子育てをしていく方法はあるでしょうかえっと、あの、もうその夫が治るとか、その夫がその子供を癒すことが可能だというふうに思わない方がいいと思うんですよね。 もうあのそういう生き物ですよっていうので最初から頼らないで暮らすっていう方向でその何かやってくれるだろうと思うけどやってくれないから腹が立つとかっていうのがあってもともと怒りやすくなっちゃってるのでその旦那さんとしてもちょっとしたことでやっぱり怒っちゃうのでその子供ともガチで喧嘩するみたいな多分なっちゃうと思うんですよ。 なので、あの、そこはその、パートナーであって、自分の生活を手助けしてくれる人であるという認識はしない方が、むしろ気が楽なんじゃないかなと思うんですけど。なので、あの、障害者年金もらって、で、その、それなりに障害者年金のお金が入ってくるから、まあいいや、っていう感じで、うちの小土ぐらいのポジションで見ればいいんじゃないかなと思いますけど。えー、生脱ぎ下着紹介チャンネルという YouTube チャンネルやっています。1ヶ月が過ぎたのですが、登録者が少ないです。 あのまあ、エロ系ですでに登録者数が少ないっていうので,で仮に登録者数多くなったとしてもあのエロ系って YouTube すぐバンされるんですよね。なのであのもう向いてないので他の方向に行った方がいいんじゃないかなと思います。 えー、ハススパチャです。29歳独身公務員で、料費が安いので、いまだに社員寮に住んでましたが、そろそろ一人暮らしをしようと思い、仏教を探してるんですが、赤羽根以外でいい場所から教えていただきたいです、えー。田舎出身で一人暮らししたことないので、どの仏教を見ても高く感じます。仕事だがら制服とか荷物が多いので、1K だと厳しそうなので、なおさら高くなりそうです。やはり足立区、葛飾区でしょうか。現在は品川区に住んでいます、えっと。会社の近くに住んでください。 あの家賃がどうこうっていってもその移動する時間例えばそのなんか会社からその家まであの片道時間だとすると日8時間ぐらい勤務しますとかじゃあ6時間ぐらい寝ますとかでそこでじゃあ14時間ぐらい使ってでその後になんかあに飯食ったりとか風呂入ったりとかいろいろやることがあったりするのでなのでそのあの大体社会人の自由な時間って1日4時間もあればいい方だと思うんですよね日本の場合。 で、ところが、ここそこは通勤で時間が取られると、さらにその自由な時間が失われてしまうので、なので通勤時間をなるべく減らすっていう風にした方がいいんじゃないかなと思います。 えー、教育実習で担当した女児に好意を持ち、六年が経ちました。その女児は中三です。一昨年までは、女児の地域にや学校の行事に参加し、実習終了後も元実習校で三年間勉強させていただきました。しかし、最近、コロナ禍でコンタクトが取れません。ひろきさんのこのやらせない思い、どのように処理されますか？お教授の方でよろしくお願いします。えっとのそのえっと、今、六年経ったってことは、えー、高三だから、大学三年。 でその大学3年でその連絡が取れてるのであれば別にいいんですけどその直接連絡を取っている感じではないってことなのかなもうなのでしたらもうすでに振られたということだと思います、はい、残念ですけどそんなもんです、はい、要はその教育実習がどうこうとか関係なくあの付き合ってたら人は振られて別れることはあるよねって話だと思うんですよ なので、あの、コンタクトとる、その、教育実習がどうたらっていうのは前置きにあるんですけど、そこはどうでもよくて、単に年下の女の子と付き合おうとして、まあ、付き合ってはないんだけど、仲良くなりたいと思ったら、仲良くなれませんでしたっていうだけで、なので、まあ、しょうがないよねって話だと思います。なので、あの、魅力的な男性になれるように頑張ってください。まあ、金で買うっていう手もありますけどね。会ってくれたら1万円あげるよとか。 芝、えー、犬と人間の音楽によって言いますがな、ユニットをやってますが、なかなか芽が出ません、えー。誰もしてないことをやろうと思い、芝犬との音楽活動を始めました。犬のあるあるを中心に7本のミュージックビデオがあり、グッズ販売、TikTok で歌ってみたと始めてますが、認知度が上がりません。ライブ活動も考えましたら、費用対効果を考えると選定を打った方が多くあるのではないかと思ってます。えー、今,度今後 YouTube 選定やインフルエンサーの方々に依頼をする予定ですが、他にどのようなことをすれば認知度アップになると思いますか無理じゃないですかね。 あのそもそもそれなりにうまく回ってるものをその宣伝活動して広げるっていうのはあれなんですけど多分もうそんなに面白くないんだと思うんですよね。その音楽ユニットって言ってますけど多分柴犬の方はその楽器弾いたり歌ったりしてないんだと思うんですよ。なので単にあの犬の動画であなたが歌ってますみたいな動画のチャンネルだと思うんですよね。想像してやってますけど。なのでその自分はその犬との音楽ユニットって珍しいから面白いんじゃねって思ってやってらっしゃると思うんですけど。 そのキャスクソンさんは。ただ、あの、単にそのなんか犬の動画を使ってあの音楽系 YouTuber をやってますっていうだけなので、目新しさがあんまりないというオチなんじゃないかなと思います。えー、下からも見れます。見てね、見てね。お、おう。 えー、発達障害持ち学習障害などもあり興味のあるもの以外全く頭には入らず社会で生きていけない自分に過望していますセルフネグレクト状態でうつやパーソナリティ障害や幼少期の虐待経験や精神疾患だけではなく身体障害もあり家で座ってできる仕事と制限されせっかくできた彼女にも家を出ていかれ友達とのコミュニケーション能力もないためうまくいかず人から嫌われることが似合ったようにとにかく気のなめで負のレーザーで死んでしまいと考えていますルークさん何かアドバイスいただきたいです別になんか家で楽しくネットゲームとかすればいいんじゃないですか なんかあのリアルで人に会おうとか働こうとか思わなくていいんじゃないですかね。まあいろんなその障害があるのであればあの障害者年金で何とか食っていくとか生活保護で食っていくってことができると思うので、うん、なので家でゴロゴロしながらネットゲーとかで友達作ってるんじゃないですか。 現代はスマホ1つで PayPay ペイペイ支払い Uber で宅配 Amazon 即配等かなりのことができますがこの AI 化による便益を考えるとサービスそのもののクオリティの上昇もありますが人の非常に貴重な時間を ICT により非常に節約する側面がかなり強いと感じます。今後の信用においては現存するもののクオリティを上げるかソフト開発にアイロン &T 投資をして余暇時間を増加させる生活に投資させるのかどちらが成長率的に良いでしょうかえっ、ー、と余暇時間を増やしたいと人は思ってないと思うんですよね。 要はその余暇時間を増やしたいのではなく、その余暇時間を効率的に使いたいために、ウーバーだったり、アマゾンだったりを使ってるんですよね。で、余暇時間を増やしたいのであれば、働かなければいいだけなんですよ。でも、あの、日本の多くの人って、あの、働かないと不安になるんですよね。例えば、じゃあその、あの、なんか、えっ、ー、と、それなりにじゃあそのなんか3000万円ぐらい貯金がありますと。 で、あの、なんか、えっ、ー、と、利回りが、じゃあ、その、なんか、えっ、ー、と5、5%ぐらいで何とか回ってますってなると、年間に150万円入るんですよ。で、そうすると、あの、なんか、家賃3万円とか4万円とかの地方で暮らしておくと、百五十万だから、あと、6万円ぐらいで月暮らせばいいだけなので、そうすると結構暮らせるよねってなるんですけど、ほとんどの人ってそれやらないんですよね。なんか、あの、怖いからちゃんと働いて、毎月毎月給料もらわなきゃみたいな で、日本の場合って別にあの、働けなかったら生活保護もらえますっていうコースもあるので、そうすると別にあの、食いっぱがれること一切ないんですよ。でもそれやらないんですよね。なので、あの、余暇時間を増やしたいと思ってる人ってあんまりいなくて、その,あの、働いてお金が欲しいですと。で、その少ない余暇時間をいかに効率的にやるために、今日はじゃあ料理とかしないで、なんかあの、ウーバーイーツで物を頼んで食うみたいな。 っていうのがあるので、その本来余暇時間を増やすのであれば働かない一択なんですけど、働きたいっていうのが日本人にはあるんじゃないかなと思います。 えー、転職の相談です。4月に公務員から転職しました。条件はいいのですが、人間関係などから辞めたいです。辞めるまで住んでいった島に戻りたいと思っています。仕事がないので転職に戻るか、起業がした代行業務など起用するかは2択だと思っています。今なら創業などを独占できる事業が結構あるので、将来的にそれらの資格を取得しようと思っています。31歳、貯金100万独身ですが、退職しない方が良いと思いますか企業の方が良い場合、アドバイスをください。 えっと、その葬儀屋が独占できるのであれば、島の人口を考えて、大体そのなんか、何人ぐらい年間に死ぬかなって計算すればわかるので、ま、もしくはその役所とかに行って、毎年その人口の増減見れば、ま、あの30人ぐらい死ぬんだったら、月に3人死ぬから、じゃああの1人当たり10万円ずつもらえてと30万円の売上だから、ま、あの、利益率50%だったら15%だから、マ暮らせるよね、みたいな。っていう計算ができるんだったら、今すぐ葬儀屋になっちゃってもいいんじゃないかなと思います。 ASD の19歳です。自分はスーパーで開店前の品出しのバイトをしているが、先輩との人間関係で悩んでいる。具体的には品出しで空になったンボールをまとめずに放置していたことに対して、先輩が腹を立てて怒鳴りながらその空棒を受け飛ばしたりした、えー。その先輩とは週3日1日3時間が自分は怒鳴られるのが苦手でバイトがない時間でも、明日はあの先輩と働かなければならないのかなどと考え不安になる。そこで従業員と接点の少ない他のバイトを教えていただきたい。えっとですね。 あの基本的にはスキルがなくて若いとあの体力自慢な人たちが働いてる職場ぐらいしか勤められません。 要はそのデスクワークを頼めないだとすると、あの現場仕事になるじゃないですか。で、あの先輩っていう人って多分その現場仕事を3年4年とかやってる人だと思うんですよね。で、あの、それなりに知能が高い人とかであれば、デスクワーク型に行った方がいいと思うんですけど、そのスーパーのアルバイトみたいなことを何年もずっとやり続けちゃうタイプの人であれば、その理性がそんなに強い可能性は低いんですよね。 要はその、あの、スーパーの正社員とかであればいいんですけど、そのなんかあの、バイトリーダーみたいな人を、そのなんか、20過ぎてずっとやってる人って、やっぱり何らかしらのその、能力値に欠けてる人が多いと思うんですよ。まあそうじゃんかったら普通に正社員になってると思うし、でそもそも要はその段ボールを蹴って、 あの、バイトさんに嫌な思いをさせるっていうのってマイナスなんですよ。今時、あの、その若い人の肉体労働をやる人って結構少ないので、なので、あの、コンビニとかって、あの、結構人手足りないよねって言ったりするんですけど、でもなんかその段ボール蹴る必要ないのに段ボールを蹴っちゃうような人がずっと居続けてしまうということであれば、多分そんな人がでも働かないとやっていけないような状態だと思うので、なので早めにその体力仕事ではなく頭を使ったりデスクワークの仕事に移るようにした方がいいと思うので、簿記の勉強とかしてみてください。 えー、初めての質問失礼します。現在中学3年の受験生です。勉強はそれなりにして偏差値65割。この前に一生武器3級を取って現在2級の勉強しています、えー。人生経験的にこの前役に立つかごを取って安定したところに就職するのがいいと思っているんですが、早く社会からリタイアをしたいためなるべく早くお金を貯めたいと思ってます。過去5000万から8000万くらいあればいいかなと思ってます。何かいい方法があれば教えていないでしょうか。 えっと、中3の時点でもう簿記、えー、3級を取ってて偏差値60個あるのであれば簿記よりも多分あのいい大学に入る勉強をした方があの効率いいと思います。であのそれなりに有名な大学とか入ってあのそれなりにいい企業に入ると簿記資格を使うよりももっといい給料がもらえたりするのであのいい大学に入るための受験勉強をした方がいいんじゃないかなと思います。 でまあ、ちょっと中3だと遅いかもしれないですけど、その,あの大学の系列に入れるような慶応とかみたいなところとか、あの早稲田とかのところに入れると、割とそのままあの有名大学の卒業資格も延退も同然になったりするので、なので、受験勉強が頑張るほうがいいんじゃないかなと思いますけども。えっ、ー、と、水曜どうでしょうね、すみませんね、すみません。 一応 HTML、CSS、JavaScript でのコーディングはできます。ポートフォリオを失礼します。これは2日かからないくらいで作ったのですが、結局のところ、この速度だと仕事ができないと言われ、さらに絶望しています。サーバーサイドは Python で Web スクリーピングができるくらいです。全く方向性違いますが、一番得意なのは o k ミ m i x です。こちらも仕事がないため、月に10万稼ぐのが限界です。何か成果を残して彼女とまた住めるようになれませんでしょうか。えっと、これ何かの質問の2個目なのかな <laughs> あのこれ順番ぐちゃぐちゃなのでいきなりこうなんかあの続編を言われても前の質問が何なのか分かんないんですけどでただえっとそれだけで食えるかっていうと厳しいと思うんですよねでえっとただあの10万稼ぐの限界っていうのはフリーランス的にやってるのかもしれないですけども普通にあの東京とか大阪とかであのウェブ会社に就職すればあのまあその HTML 多少できますってだけで全然就職できるので なんでそれで給料をもらえばいいんじゃないでしょうかちょっと前の質問が分かんないので、あのずれてたらすいません、えー。昨年教員をやっていた父がめでたく退職したのですが、退職してから毎晩ミト肛門の再放送を見ています。僕としては廊下が誤りそうな気がするので、毎晩ミト肛門を見るのはやめてほしいのですが、どう父を説得すればいいのでしょうかえっと、ミトコ門を見る代わりに何をしてほしいのかちゃんと伝えてください。あの、やることなくて暇なんだと思うんですよね。なので、あのそれより面白いことっていうのが、 教えてられたらやってくれるかもしれないので、なので、なんかペットを飼うとか結構良かったりするらしいですよ。要は、あの、犬飼ったりすると、あの、毎日散歩に行かなきゃいけないので、で、その散歩に朝、なんか夕方行くっていう、それ一応生活パターンで、で、それも一応、あの、運動もしなきゃいけないんで、散歩っていう形で。なので、あの、高齢寝品の暇な人は小型犬とかを買うといいというのを着ますけど、はい。なので、あの、役所とかに行って、保護犬を探してみるといいんじゃないでしょうか。 19歳男、工業高校卒、手取り18万財閥系、科学工場就職、今日寝坊していいわけに、バッテリーが上がってジャ f を呼んだがヒューズの線も切れて交換するのに時間がか,かると言い,い、偽の見積もり書を作り、先輩に送った。えー、8回目の寝坊で嘘なのは確実にバレてると思う。えー、遅刻経験は学生の時直らないし、会社勤めは向いてないのではと思い始めた。冷ややかな目で見られるのが嫌なので、職場には行きたくないが、給料は良いと。 仕事荒くでできれば辞めたくない。学生時代、物販で月10万稼いだので、個人で稼げるのはそれでもいいと思ってる。会社辞めてもいいと思いますかえっと、その学生時代の物販と同じことやって、で、それで、あの、また10万稼げるんだったら、もうそっちに注力しちゃった方がいいと思います。あの、今のところまだ給料もらえてる段階なので、なので、副業っていう形である程度やってみて、また同じようにお金が稼げるのかどうか確認した方がいいんじゃないかなと。 えっと消ええててししままったので金額変サイトをしますスイスのチューリッヒが平均年収220、うん、22万ドルって海外サイト持ってましたが本当ですか実際どうか分からないのでフランス在住のひるきさんに聞いてみましたえっとチューリッヒだとあのバーガーキングの時給が確か2500円2700円かあの最低時給が確か2200円とかなんですよね なので、あのそれなりにはそのあの、まあ、あのチューリヒっていう、それの有名な生命保険会社で,で、そこのヘッドクォーターであれば、それあの2000万円ぐらい年収いくのは普通なのかなと思いますけど、ではそのあのファーストフードの人ですら、時給が2500円とかもらえるので、そうすると日本で年収1000万の感覚の仕事が、スイスだと時給、あのその年収2000万とかっていう倍になるっていうだけなので、なので、別になんかそんなに驚くことじゃないんじゃないかなと思います。 山海さん、えー、バレエを広める、バレエを広める、バレエを広める。お,お <laughs> だからそれ、それを書くために5000円払われてありがとうございます。 26歳男性です。二十歳から社会人として働き始めます。バカなので大金が欲しいと思い、毎年宝くじを2万円分ほど買って夢を見てました。3年前に正確には言いませんが、サカラリーマンの生涯年収と言われる額に当選しました。お、おめでとうございます。えー、まん、あ、まな金額が手元に来て、自慢差しにしたことが奨学金の返済でした。それ以降大きな買い物をすることなく、今でもほとんど残ってます。生活も会社の給料以内でもおっさと思ってます。このま定年まであったら、下退職の宝くじ当選金の残りで過ごせますよね。あ、全然問題ないと思います。 あの下手にお金を使わないあのでこう暮らせるっていう癖をそのまま維持し続けると幸せに暮らせるんじゃないかなと思います。えー、ななちゃんおやすみって言ってくださいおやすみなさい。 え、都内在住ブラック企業勤めのものです。金融系業職で社内トップの上げているのですが、上司が私の営業成績に一喜移憂します。今月は成績が手帳のせいか経験が少ない、中途社員と一緒に2人で商談行くように言われ、今までの実績などを信頼しない物のを上司にいつもがっかりさせられます。大した職業もないので、フルコミックの ma 仲介に転職しようと考えていますが、いかがでしょうか？えっとまあ,あのその転職先がどれぐらい給料もらえるのかっていうのを調べて、今より上がるんだったらいいんじゃないですか？ 結局行ってみないと分かんないっていうのがあるんですけどただ少なくともあのそのなんかこれぐらいの給料になるよっていうところは保証されてるのでなので行ってみてそっちの行ったところにもあのクソ上司がいる可能性はあるんですけどただまあ少なくとも給料に関しては満足していけると思います。 看護師5年目、転職2回している30歳です。看護師が嫌になりました。貯金なしです。高卒スキルなし30歳が在宅ワークできる仕事を目指す手段として2つ考えています。仕事を辞めて転常活動にとしむ、副業で小さく始める、リスクを取らないけど仕事がなせないのでしょうか。えっと、まあ、あの、副業で何か、その、自分ができることがあればいいんですけど、 ただその看護師さんの仕事ってその割と病院に寄ったりするらしいのでなのであのそこの病院が向いてないだけで他の病院行ったら別に気楽にできますみたいなパターンもあったりするのでなのであのその下手にそのスキルがないその副業みたいなのを頑張るぐらいだったら自分の相性がいい病院を探した方が効率いいんじゃないかなと思いますけども。 今36歳でブラックな方をファンド会社に勤めてます独学で HML でサイトを作り PHP でデータベース連携し掲示板を実装するところまで行きました IT 業界への憧れと今同棲している彼女がおそらく妊娠したのでこれからの実装を考えていますうつ病の診断書を出し給食中に定職活動をし決まれば給料が安くても頑張っていくこうと思いますもし決まらなければ復職して働くしかないだろうと思ってますこの考え甘いと思いますかえっとファンドであればそれなりに給料高いっていうことなのかな であれば、で、えっ、ー、と、まだうつ病の診断書も出してないってことなんですよね。で、えっ、ー、と、ただ、うーん、その、あの未経験で、なんとなく、その、なんか、HTML とか PHP とかできますっていうだけで、36歳で、あの、要はエンジニア的な仕事を振られるかというと、まず振られないと思うんですよね。せいぜいできて営業だと思うんですよ。 なので、その、結局、某ファンド会社でも営業やってると思うんですけど、なので IT 系に行っても営業やるだけなので、なので給料が高いかどうかっていうところで判断した方がいいんじゃないかなと思います。 31歳結婚2年目です奥さんが連日遊び回っており家にほとんどいませんこの3連休も友達と温泉旅行に行ってしまいずっと一人で過ごしたり困るまでいいのかと悩んでおりますもう少し一緒に過ごす時間を増やそうと回してみたのですが友達の予定が優先だと言われてしまいましたいつも一緒にいたいとは思いませんがこの後どんどんドライな夫婦関係になってしまいそうで不安です呂くさんどう思われますでしょうかあ全然気にならないです <laughs> いやあの多分あの奥さんと一緒にいたいんだったら奥さんの友達と仲良くしたらいいんじゃないですか,だから一緒に旅行に行きますよ まあ僕は別にあのうちのその彼女というか奥さんが遊びに行っても全く気にならないんで好きに行けばと思いますけど。はい 教員24歳女です。新卒で地元で講師採用になったが、半ば無理やり担任を任され、体調を崩し、アメリカ続けるために、宅しか出されず退職。えー、切り替えて転職活動の途中で別の自治体の講師採用が来て、そこで頑張ることに。学年部が支えてくれたが、例の学年の同教科の教員に間接的な嫌がらせ、各かか私が事業担保の生徒に嫌がらせを受け、自分の中で何かを切れ、現在、相局性障害で休職中。えー、夢の職ですが、体力的に厳しい状態が高まっています。今からできる復職に向けた手続きなど、場所をいます。 えっとですね。まず、あの、双極性障害を直してください。以上です。あの、要はその、あの、職場がどうこうとか嫌がらせがどうこうとかっていうのは、あの、冷静な状況になって、その上で冷静な時にこうやった方がいいよねって判断をしてやるべきことで、まずあの、双極性障害があるのであれば、それが治るっていう、それを治すっていうのに全力を通して、で、それがある程度寛解してから、あの、仕事どうやってやろうかって話に持ってった方がいいと思います。 えー、時期差男です。現在浪人してますが、特にやりたいこともなく、学びたい学問もなく、行きたい学もありません。都心の大地主の一人っ子なので、ずっと代々に過ごしたいのですが、厳格な父や労働は必ずしろ。大学に行き、就職して社会経験を積めっとうるさいです。父の言ってることは正しく、今も不業でバイバイ労働している人は文句は言いません。しかしやる気が全く起きません。えー、小さい子からいろいろさせてもらっているので、意欲も強くもないです。自分がお,かお金持ちお坊ちゃんのクズなのを承知してます。今後どうすればいいでしょうか えっと、その、大地主具合がどれぐらいかだと思うんですよね。あの、父親が死んだ後に相続税も引かれて、手元にどれぐらいの金額が入るのか計算してみてください。 それで、本当に働かないで暮らせるぐらいの、その、あのま、そのマンションなりが相続できて、で、そこの家賃で暮らせるわってなるんだったら、あの、父親に嫌われない程度にダラダラやっておけばいいと思うんですけど、ただそれで、あの、要は、一生食いっぱぐれないほどの額ではないのであれば、やべえっていうので、ちゃんと働く手段を手に入れた方がいいんじゃないかなと思いますけど。なので、あの、相続する財産がどれぐらいなのかっていうのを一回ちょっと計算してみてください。 都内の理系大学に通う3年生です。去年入念してしまいましたが特に何か成し遂げられたこともなくただ卒業に必要な単位を取るために無駄な時間を少ししまいました。サークルバイトもやってなく就活もあんまり積んでいません。そんな自分が今から就職活動して内定がもらえるとは思いませんし今どうするべきか分かりません。 大学院に進学するという点もありますが今まで逃げてきた自分がこれから取るべきことにしたのはまではないです。よろしくお願いします。えっと、3年で理系だったらまだ就職活動を間に合う可能性があるので、あのここで2440円払うぐらいだったらさっさとあの陸ナビとかに登録して出当たり次第にあの就職活動してみてください。で、してみて断られたりとかあ、こういうところだったら割と面接まで行けるなっていうので、そう就職活動をする中であこういうところの方が自分は行きやすいんだとか、こういうところなんで仕事しやすい、あの仕事したくなるとかっていうのをちゃんと就職 活をしてその自分の情報を増やした上で判断した方がいいと思うんですよなのであのとりあえずやらないで判断するやってから判断した方がいいんじゃないかなと思いますけど